はい、おはようございます。竹下敦です。今朝ね、ちょっと面白い光景を見たんでね、お話ししますね。私は朝シャワー浴びて、多摩川に散歩に行くのが日課なんですけど、その散歩の途中でね、首輪につながれた猫を見かけたんですよ。で、初めね、猫だって分かんなかったんですよ。こうきちっとね、こう伏せをして、まあ男性2人組がお話ししていたんですが、そこでこう伏せをしてずっとこう待ってるわけです。ご主人の話が終わるので、あ、犬だよなと思って見たら、何にもどう見ても猫なんですよね。で、多分猫がね、猫さんが小さい時からそうやって育てられたんでしょう。で、首輪につながれて散歩するのが日課だったんでしょう。と、当然ね、犬は首輪つながれて散歩するの楽しいですから、犬がルンルンってこう散歩してるのを見て、ああ、俺ってこれと同類なんだよなって多分ね、思ったと想像できるんですよ。で、そうすると当然そういう仕草とかを真似するでしょ。だからね、猫なのにきちっと伏せをしてずっとね、話が終わるの、多分話がね、長いんでしょ。それを待ってるんですよね。なんとも微笑ましい光景でね、動物っていうのは、人間もそうですけど、そういうふうに育てられればやっぱそういうふうになるんですよね。面白いなと思いました。若い頃の俺だったら、食ったらね、バカな飼い主だなって思ったかもしれないですけど、今はね、そういうふうに育てようと思った発想が面白いと思いましたね。だって猫なのにね、犬のようなんですよ。で、多分猫本人も犬だっていうふうに思ってるわけです。それですごく幸せなわけですよ。その猫もハッピーそうでしたしね。朝からね、なんだかとってもいい気分になりました。今日ね、お天気もいいですから、皆さんお仕事されて、でお家に帰ったらね、ちょっとのね時間でも、ラジコをね、いじってあげたりして、ちょっとこうね、ハケでこう埃を払ったりね、ちょっとしたメンテナンスしたりとかね、それだけでも楽しいじゃないですか。一台でもね、家にラジコンカーがあるっていうのはね、それだけで幸せなことです。で、あれ、ちょっとここ、おはようございます。ありがとうございます。たくさんメッセージありがとうございます。あれ、こう払ってるとね、あれ、ここクラック入ってるとかね、そういう時はね、すぐに写真撮るなりしてね、すぐに、模型屋さんに注文して、常にね、マシンはいいコンディションに保っておくことがね、精神衛生上よろしいかと思いますし、それがね、次の、走行の機会の時によりいい走りに結びつくんではないかと思います。ちょっと話脱線しましたけど、そんなわけで皆さんも今日いい一日をお過ごしください。竹下敦でした。それではまた。